どうも、高井です。習慣と脳の核という本を要点をまとめ始めました。どんな風にまとめているかっていうと、ルーズリーフにボールペンでこんな風に書いてまとめていっています。今はまとめ始めた段階なので、全てお見せすることはできないんですけど、習慣と脳の科学という本において一番重要なのって、どうしても三日坊主で終わっちゃうことですよね。なんでそれが続かないのか。じゃあ続けていくのはどうしたらいいのかっていうことね。私自身もこうやって動画を撮影しながら、やっぱり心を折りながら動画を編集したりもしてたりするので、そういうことを考えていくと、どうやったら習慣って続くんかなみたいなことを思っちゃったりするわけですよね。体が自動化してくれれば、それはもう考えなくても手が動くってことじゃないですか。それほど楽なことはない。その楽な状態を持っていくためにはどうしたらいいのかってことを考えていく上でも、習慣と脳の科学っていう内容はとても重要だと思っているので、これからまとめていきます。公開するまで皆さんが待てるかはわかりませんが、今後ともよろしくお願いいたします。それでは、チャンネル登録者が1人増えるだけでも助かります。登録お願いします。それでは。